ムドロス休戦協定は、1918年10月30日、連合国とオスマン帝国との間で締結された休戦協定。ダーダネルス海峡の入り口に浮かぶギリシア領、リムノス島のムドロス港に停泊中のイギリス海軍戦艦、アガメムノンの艦上において、オスマン帝国の海軍大臣、ラウフ・オルバイと、イギリス海軍地中海艦隊の提督サマーセット・ゴフ・カルソ・プラが署名した。この休戦協定で、第一次世界大戦の中東戦線での戦闘に終止符が打たれ、連合国諸国とオスマン帝国との戦争は、オスマン帝国の敗戦に終わった。オスマン帝国と連合国との停戦に向けた協議は、まず、オスマン帝国が捕虜としていたイギリス陸軍少将チャールズ・タウンゼンドを、イギリス軍の拠点であったムドロス港へ派遣したことによって開始された。連合国軍のイギリスとフランスとの間には、エーゲ海での連合国艦隊の指揮をめぐって1918年には反目が生じており、フランスが、ブルガリア王国との休戦協定で単独行動をとっていたこともあり、イギリス海軍、ゴフ・カルソープ提督は、フランス抜きで中東での戦後の覇権を確固たるものとすべく、停戦交渉を始めた。この休戦協定は、表面上は、オスマン帝国とイギリスとの間で結ばれているが、ほとんどの条文は、同年10月7日の連合国の会議で決められた内容であった。しかし、イギリスがオスマン帝国と交わした最終的な条文には大きな変更点もあった。まず、当初案ではオスマン帝国軍はキリキアからの即時撤退が求められていたが、イギリスによる最終案では治安維持のためのオスマン軍の残留が認められていた。また、連合国軍がオスマン帝国内の用地を占領できる権利については、連合国の安全が脅かされた場合という文言が追加され、トルコ国内の反乱への対応だけでなく、ロシア内戦への干渉のためにも、オスマン帝国内の用地を使用できるという含みを持たせた。この休戦協定の後、条文に基づいて、AF2軍がイスタンブール占領を行ったことは、オスマン帝国政府や国民に衝撃を与えた。さらに連合国による国土占領は進み、列強によるオスマン帝国の分割が着々と行われた。1920年8月10日には、この休戦協定を恒久的に拡大させる講和条約、セーブル条約が連合国とオスマン帝国との間に締結され、オスマン帝国は列強、ギリシア、その他新たに独立するアルメニアやクルディスタンによって、分割されることが決まった。しかし、これに対しては、アンカラ政府によるトルコ独立戦争が発生し、結果としてオスマン帝国は滅亡し、新たに建国されたトルコが失地を回復し、1923年7月24日に西欧諸国とローザンヌ条約を結ぶに至った。ありがとうございます。